さあイアンがプラス2で登場。さあイアンといえばの今日かなり面白い試合見せてくるこの2人。怖怖お前中継全部見えてるエバラ。さあこの動画を見てるですね、まだサードストライクが動画見んの好きだけど やるって人はこうニートみたいな感じで好きな技打ってるだけでも結構楽しめて強者まで来れるのでぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。しかしギガス、中盤から投げる、怖怖いエクソロ追い打ちして、うますぎる今のその選択。さあ精が効かないと踏んだイアンは天心戦球体にスーパーゾーンを変えています。わしファーム追い打ち、じゃあこれは今の甘えた、取られてギガス確定なんですが相手はスパコンの無敵を持ってました。すごい判断能力ですイアン。さあ画面端から抜けれるか、エバラの鳥かごが強い EX ソロさん、前方転身重足 EX ソロ、大きい攻めなかなか怖いんですが強気にかけに行く大パンチ、今のは小足をかけ出したかった、逃げジャンプこれはお見事、中盤小足大逆襲に集めしっかり確認、これが人間性能、次の中盤でギガスが限界、さあこれはギャーバックステップギガス、素晴らしい判断能力です、エバラ。さあ SHO 猛者に下がっての登場、さあこれエバラさんプラスいくつなんですかね、プラス2、エバラさんありますよこれ、このままいってください。ただそうですね、次 10-0 のタナトさんが控えてるということでそこをなんとかクリアしなければいけないという、今日タナトシンかなりかっこよすぎるんでめくり、これは投げ返される、ファーム中足ボディ原神発動、大番手さん、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 打開、絶勝まで決まって、さあ、太平さんいます、太平さん、太平さん、今、大戦中ですか、今、逃げてるなら実況変わってほしいんですか、九州やってます、さっきまで逃げてたのに。やってます。さあワーム打ち出し、うわー鉄山に刺さる、エバラが見えてる、原神発動して、これは赤風呂ミスったか、これはエバラ、エバラがマジか、早すぎる、投げ返して、これはギガス入れない、ギガスを逆に入れる、
さあこれじゃあ古谷さん行ってください。さあこれ古谷誠が上がってきました。さあこれをカラス山対決、エバラヒューゴプラス3までいってます。さあ今日はエバラの日になるのか。さあマームが、さあソウルスルー決めてハンマーをしっかり貯めていく中足。ボディが決まってハンマーマウンテン、土佐波が裏に中盤。さあ何か狙いたいエバラ、どうなる、めくり当たらない。これは2発目の削り。すかし投げ、投げて距離を置く。さあエバラプラス3、あと2連勝たどり着けるか、モサの国へ。ガラクサこれは土佐波確定。さあダブルは入れないでしょう、イタチを決めずに。これはライアシピアルがうまく裏にいった、裏にガラクサ、これは決まりました。勝ったのは古谷誠。さあ再び登場はタナトスオロ。さあお互いゲージを溜め合う、静かな入り足から始まりましたけど、引き上げ対空、これお見事。古山誠をめきめき力をつけてきている。ここでタナトスワールドに持っていかずにしっかりコンボを決めていく。誠にはちゃんとやるのか、リーチがかからない。マエステで EX テストを避ける。さあリーブ中盤テスト、これはつなげていく。日焼けの使い方がすごいうまいです。完全に対空、対空として完全に使いこなす。マイライパン芸者おりました。さあほぼマックス対決、どちらのスパコンが先に決まるか。タナト先に発動、ガード不能、リーペーうまい。しゃがみ台盤連打します。見えません、見えないところからのスカジケのお見事。さあこれ再びイアン登場、中盤二王力は逆にだけで置いてある。スカシゲ弾、投げが決まって踏んで、ダナト強い。ファイルズレディエンゲージ、ここは CX 走路、中盤道路さん、中盤中足、投げはグラップ、3回目でしっかり止めていく道路さん。さあイアンちょっと焦りが見えてるところにしっかりコンボを決めていく。
くるくる回って前方前進中足 EX 走路、これはピヨロない中足が置いてある。中盤壊し X、 これをしっかり確認している、お見事。前方転身、さあゲージを吐いたが投げ上げろ、プッシュしたいところだったがお互い投げ前かい。中足 EX、 中足今度逆に投げる、さあワンチャンあるか、しかしゲダン補正を切っていく、補正を切っていく、まさかの始まりまくり。いや、ありがとう。さあ投げて、お互い前を詰め上に投げる、左足タナトスワールドに中盤から繋いでいく、さあこの均等した試合誰も上がれません。これが面白いんですけどね、抜けてる人がいないということは面白いんですよ。さあニートがはめていく、この試合今日何回見たか分かりません。補正を切ってカーフに行って次で終わる、タックル、お見事ニート、いきなり踏んでいくタナトス、なんかグラップ中盤対空、中盤踏んで EX 日輪2位が刺さって2位で裏に行く、中足2力、さあ日輪投げて EX 日輪中段、使い方がうまいぞタナトス、投げグラップ投げグラップしてる、さあ2位と反応はいいです、投げグラップ投げが刺さらない、やっと刺さって EX 日輪上りからのスカッサーマー、まさかの40試合目まで行きました。タナトス2連勝あるか、いきなりめくり踏んで投げを食らう、いきなり PA ボール防御力2段階アップ、これはいくら 10-0 といったこのカードでも厳しいでしょう。タナトスの技の選択肢がすごい、出した後全部当たりますよ。投げグラップして発動、中盤中盤ガード不能が強すぎる、さあタナトスワンチャン、これは投げて透かし投げ、これはファームガード上りジャンプ中継、お見事。逃げジャンプ台中足ファームファームからのハンマーマウンテン、ミートが決まらない、惜しみなく使っていく天狗石、長い、このガード不能が長いんです。
ボディーが当たって今の取り返す。はい、グロップ投げて、さあ、ロボディこの動きで本当に10ゼロをつけているのか。石も返す、ハンマーマンテン、ダイヤスタイク、ファーム、わからない、中段、ここでマラさあ、実況変わりまして、大変になります、モノ戦、エバラがプラス3、先ほど上がってきた古山こと、プラマイ0ということで、しかし今日は長いです。お互いがお互いを止め合って誰も上がってこない。最初に上がるのは誰かといったところで大パンでピオラして、でんでんでん、大パン、あれが入ってしまう、ヒューゴ、マジでかすぎる。パム？しかし。さあ、誠川ゲージダメモードか。最後はジェスト差し込んで。さあ、長丁場になってきました、今日のモノ戦。さあ、開幕は台形でゲージダメ。パム？チアシー。飛び込んでグラップ。パム、パム、パム。ちょっと歩いてるパームがやらしいですね。ここはスカシからさ、ダイパンチェスト、ダイパンが入る、シュートで逃げて、ダイケが打ち、ここはジャブタイク潰して、ムーンはスカス。さあ、追っかけていくが中盤でとがめて、さあ、残り、時間半分でほとんど、体力がお互い半分減っていない。壊し下ろしガードして、さあダッシュを的確に止め続けるエバラヒューゴ、わしめくりからここのガラクサを受ける、10番チラシ、ここはボディからコパコパハンマー取り返していく。さあ、最終ラウンド、逃げないパン。さあ、追い込んで、先に掴んだのは、古山こと。剣当たって、さあ、チェストから漏れてしまったところにハンマー的確に当ててって、ここのボディはガード。さあ、画面端行って、さあ、ダイパン下ろしてフォロー？さあ、また距離を測る感じになって、ガラクサダイパーから EX、 この距離はチェストに切り替え、ここハンマー入れていって、置き攻めがムーン決めて、さあどうなる、逃げジャンプ、チェスト当たって、最後は頂点付近のダイパーン、勝ったのは古山こと。さあ、登場は、ニートユリアン。さっき上がり角まで行ったとき、上がり、リーチまで行ったと聞きましたが、ちょいちょい見てましたが、タナロスシンとの試合が面白すぎます、マジで。さあ、ダイバーチェスト。ここはヘッドで浮いて投げ。ジョップ。チラシ。さあ、2当てて、ダッシュヘッド。さあ、テンプレコード。ここから最後はテリブル埋めに行く。開幕 EX タックル。さあ、ここは投げで画面端いって、テリブルやっちゃうし、ガードして、今当たって台形。逃げジャンプ台形が強いが、ここは下がりつつさばいていけるか。さあ、画面端まで追い込んで、2が当たっていく。ここを逃げに2を使って、投げ角の台パンだったが、さあ、手前張って、
エイジス惜しみなくドア使っていって、臭いが肘からチョップ2発目のエイジスは的確でした。さあ再びエバラヒューゴが戻ってきて、さあ今度は先ほどまで使っていたテリブルが、あ、テリブルじゃねえや、普段言い慣れないですね、ユピケルがエイジスに戻っています。タイクーンラリアット、パームとヘッドが勝ち合って、これが本当に美味しくない。パーム中足パンパーム、さあ距離を取って大剣で飛び込んでいく、2位からここは大足ボディーヒット確認、ハンマーマウンテン置き攻めか、さあじゃあ勝ち、あれ大剣か、さあユリアンガーエイジス2枚あるのでまだ全然だが、投げ入れてここガードしている、投げちょっと安い、さあ食らっていって、ここもう1枚、最後マエステからスフィアが当たる。さあゲージ2本吐いてラウンド取っていく、さあボディコパコパ、ミートはジャンプディスカス、スフィア当たってゲージがまだない、チュアシー対空気味なコパンヘッドはガードして前中パン大慶、あの TC ヒューゴにだけしゃがみでも当たるんです、ガップ、さあもう1枚ここは使わずにワンクッション置いてテリブルの隙にハンマーで割り込んでいって、ここは埋まらないと思いきや上で拒否りましたね、ダッシュゲー、ダッシュ投げは飛んでいてブーン決める。さあエバラヒューゴ取り返して最終ラウンド、ダッシュ足ダッシュ、さあちょっと2位の回数が減ってきたか、テリブル、さあここはゲージ使うのにワンクッション置いたのか、大タックル、ラリアットの出かかりを中盤で潰してからの EX 一発当たってマジケ、ここはジャンプを読んでいた、タッチ盤が強い、タックル当たって、さあジャンプだけで押し込みつつまたゲージが溜まる、投げてスビア、体育大しゃがみダイバーですね、あれ EX 当たってエイジス、これは裏に行くものの最後は大剣から投げ、はい、ニートリーチ。さあ、ニート、2回目、3回目のリーチからの、ここはフレアマコトが止められるか。大剣、中足。チョップが当たる。大パン？カラクサ掴んで。大パンチェスト。ここはピヨッティック成長戦、デンデンデン、ゲージは2割回収、ブロッテ体育に5パン、ここはヘッドでから探して出やし、さあ今度は2位をまた対応していく、カッカからの EX ヘッド、ダメージを持ってってテリブル、テリブルブロッテジャシー、カラクサからの、さあゲージは吐かない、ここは上に拒否る、テリブル決めて、さあ2位とリーチマッチポイント、
ゲージは 0.7 スピア、かーちょっとの隙に科学者掴んで、さあちょっとどうだったか、2がもうバレている、これはピオリ手前大パーン、あー出ない、さあ2当たってダッシュエットから押し込んで、ダッシュもう1枚溜まってデリブル、これは距離が遠い、さあ中足潰してブロって肘がかくる、タックル、タックル3発決めて最後はゼロット、さあどうなる、最後は EX3 で2位と昇格さあ初めてのマサです、はいニートさん、ニートさん、いやー本当楽しかったです、ありがとうございました、ありがとうございました